台風の時に頼りになる元駅員の先生。はい、皆さんお疲れ様です。先ほども放送で流れた通りなんですけども、台風が接近しております皆さん。なので今日はお昼食べての解散となります。みんな静かに、はい、静かに。それではこれからね、運行情報をお知らせいたします。上り線ただいまダイヤ乱れておりまして、10分ほど遅れての運転となっております。また午後からは本数減らしての運転となりますので、早めの帰宅をお願いいたします。また下り線ただいま通常運行しておりますが、午後から本数減らしての運転となります。くれぐれも乗り遅れのないよう早め早めの帰宅をお願いいたします。はい、ということで皆さん給食。台風の時一番家遠い学生を早く帰らせる元駅員の先生。はいはい、お疲れ様です。はい、風強くなってきたね。はい、それじゃあ皆さん帰りますけども、最後ホームルームでね、明日の連絡だけさせていただきます。あ、野口お前24分最終列車になっちゃうから、もう帰っちゃってよ。あ、お疲れ様、気をつけてな。え、さよなら。はい、じゃあ明日の連絡させていただきます。明日なんですけども、もう学校自体ですね、全面運休とさせていただきますので、はい、明日はお休みしてもらっていいので、皆さん家でね、しっかりと、自習をして、過ごしてください。それではさよなら。